ソドー島の高い山の頂にボルダーという不思議な岩がある。ボルダーは昔からそこにひっそりとあった。ところがある日、作業員たちが岩を採掘するためにやってきた。ラスティがトーマスとハーシーに会った。その岩はどこから運んできたの？新しい採石場さ。この岩はいろんなものに使えるんだよ。でもあそこは危険なところなんだ。どうして？巨大な岩があるんだ。まるで監視されてるみたいだよ。監視だって、岩には目がないじゃないか。そうだけど、でもあのボルダーは不思議な岩なんだ。その時エドワードが到着した。採石場に新しい機械を届けるところだ。それ何？サンパーって言うんだ。素早く岩を掘り出す機械だよ。まもなくサンパーが力を発揮した。作業員はボルダーなんかそっちのけで喜んでいる。雨が降ってきたので作業員は引き上げた。ラスティは頂上を見上げて震えた。ボルダーがそびえ立っている。突然大きな岩が線路に落ちてきた。なんだいこれは。機関士は不安になった。天気が良くなるまで避難してよ。雨で地盤が緩んでる。ボルダーが僕らにあっちへ行けと言ってるみたいだな。翌日は太陽が顔を出した。採石場は機械でいっぱいになっている。その時だ、ラスティはあるものを見た。ボルダーが動いてる。バカなことを言うな、動くはずないだろう。しかしボルダーは動いた。こっちに転がってくる。ボルダーが通り過ぎるまでここで止まっていいよ。ところがいつまで経ってもボルダーが現れない。その時だ。大変だ、後ろから来たぞ。前方に小さな分岐点が見えた。一つは丘を登っている。ボルダーはゴロゴロと通り過ぎていった。その頃スカールが採石場に向かっていた。正面からボルダーが転がってくる。助けて。ボルダーがどんどん迫ってくる。だが間一髪で大戦に逃げ込んだ。操車場に知らせないと。そうだけど、でもどうやって？ボルダーがカーブを転がっていくと前方にレニアスがいた。ボルダーが暴走してくる。機関士は全速力でレニアスをバックさせた。積んでのところでペチャンコになるとこだった。操車場ではパーシーが貨車を集めていた。その時ゴロゴロという音が聞こえてきた。うわー、助けて、こっちに向かってくる。トップハマハット卿が被害を調べて鉱山を閉鎖することにした。彼はボルダーをじっと眺めた。あの地域だけはそっとしとけばよかったな。ボルダーは操車場近くの丘の上に移された。澄み切った夜にボルダーはじっと山を見つめ、そのため息は風に乗って昔いた山の頂に届く。ラスティはそう信じているが本当かな。